ユリウス・シャウプは、ドイツの政治家。相当アドルフ・ヒトラーの副官庁を務めた人物。バイエルン王国ミュンヘン出身。ミュンヘンの薬剤師になり、第一次世界大戦中には、軍事病院に勤務した。1920年10月10日に、国家社会主義ドイツ労働者党に入党。新衛隊の前身である、アドルフ・ヒトラー特攻隊に入隊。ミュンヘン一期の後、 アドルフ・ヒトラーと共に投獄された。1925年のナチ党の再建後、設立されたばかりの新英隊に入隊し、新英隊の共同発起人となった。新英隊における最終階級は、新英隊大将である。1938年のミュンヘン会談におけるシャウブ1925年1月1日、ヒトラーの個人秘書に採用されたシャウブは、 1945年まで、ヒトラーの側近として徴用され、総統主任副官のビルヘルム・ブリュックナーに次ぐ、ナンバー2の座を確立した。1940年に、ブリュックナーが失脚した後、代わって、総統主任副官となり、第二次世界大戦の敗戦までその地位を保持した。シャウブは、第3及び第4回国会選挙で議員となった。 1938年11月9日、シャウブの指揮下のヒトラー特攻隊は、水晶の夜において、ミュンヘンのユダヤ人商店を破壊し、シナゴーグに火を放つなどのユダヤ人に対する迫害を、開始した。ヨーゼフ・ゲッベルスの日記によれば、これらシャウブの仕事ぶりを、野蛮な連中だと酷評している。1945年4月23日、 ヒトラーは戦争の敗北を悟った後、相当地下号内に保管された個人文書をすべて処分するようにシャウブに命じた。その後、ヒトラーはシャウブをベルリンからドイツ南部へ逃れるよう命じた。この間にシャウブはヒトラーの文書の処分に当たっていた。シャウブは、 ミュンヘンのプリンツレーゲンテンプラッツにあるヒトラーのアパートとオーバーザルツベルクにあるベルクホーフへ向かいヒトラーの金庫に保管されていたすべての文書を焼却した。ドイツ降伏後の1945年5月8日にシャウブはアメリカ軍に逮捕された。1949年2月17日まで様々な収容所に収容された後、ひな地下裁判にかけられた。 裁判において、アメリカの軍事法廷もドイツ当局も、シャウプが1933年から1945年の間に行われた犯罪に関与していたことを知らなかったので、彼は同調者と分類されただけだった。1953年、シャウブは、ヒトラーの御用写真家のハインリヒホフマンと共に、とある裁判の証人として出廷し、一時的に世間の注目を集めた。 ミュンヘンで行われたこの裁判は、ヒトラーの遺品が、ヒトラーのミュンヘンにおける、家政婦であったアンニ・ビンターによって、不法に転売された問題に関してであった。晩年、シャウブは、ミュンヘンで、薬剤師として働いていた。ヘンリク・エバリー、ブリーフ・アミ・ヒトラー、エイン・ボルク・シュライブとザイネム・フューラー、ウィンバ・コンタ・ドクメンテ・アオス・モスカワ・アーカイ・バン、ツウム・エル・ステンマル・バー・ジョーナ・ファンリヒト。ルバ、 ベルギッシュグロッドボック 2007ISBN978 から3から 785723104S439 エルンストクレイ、ダスパーソナンリーグジコンツームドリッテンライヒ、ウェアオーアズフォアウントナーハ1945バーラグシュップベルトビルト GMBH ジェニーハミグットリスアウスガーブ、アウグズバーグ 2005 S527 ハットゲッペルステージャバチャーアイントリックフォム10ノーベンバー1938アンジェラヘルマンヒトラーウントザインストストロップインデアライヒスクリスタルナクトインビエルトリアーシェフトフュアザイトガイシークト56 2008ヘフト4 S614 ありがとうございます